カタレ、でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だって、さっきおむつ替えたばっかりなのに、もううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おお、ビロビロパー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ、悪い。ああ、もううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ、頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああ、はいはい、終わり。よーし、ちくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。清ちゃん、なんて言うとりました。それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです。俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方、ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じで、キヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何、自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合、最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがんなことなわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろ。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかさいよ兄貴。何、こっち見とるんなら。おのれはここまでじゃ。仕方ねえ。Ey, das war mein Hütchen. Sega! Das ist der Sega!
手間取らせやがって。鍵が。言いたいことでもあるんか。お前はわしの獲物じゃ。後悔する。時間食っちまった。Was ist denn da los? どれ？まだまだ来るんじゃ済まねえぞ。逃げ切れるつもりでいたんだろうがな。ダメんだよ。ざまねえな、ジョア。おら、立て。きっちりけじめつけろや。あ、待て。ん？何見てんだ、おっさんよ。消えろや。何があったか知らねえが、もう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ。知らん顔してりゃよかったのにや。正気か？大丈夫か、お前。ダメだ、おっさん。うん。逃げてくれ。こいつらは。もう遅い。トロくせえ親父見てると、ムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知れや。僕は助かったよ。お前立てるか。逃げてくれって言ったのにさ。すげえな、おっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ
ジャスティスの奴ら、ここまでやるなんて。お前、こいつの仲間か。あ、はい。あの、ジョーさん助けてくれたんですよね。その、ありがとうございます。礼はいい。それより、追っ手が来たら面倒だ。とりあえず、こいつを移動させるぞ。あ、はい。うちらが溜まり場にしてる店があるんで、そこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。たく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います。ジョーさん、いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。そん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を挙げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさんどうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と？ああ、会って少し話をした。そうか。その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確かレインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男。今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど、俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらった。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。分かった、奴らのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。
奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。押されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は、俺はそんなダセえ基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、やつらは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセい基準で判断するのは俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセいこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。キリュウさん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。ありがとうございます。よっしゃ、みんな行くぞ。やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。キリュウさんはなるべく巻き込みたくない。正直、うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても、多分返り討ちにあってしまう。だから桐生さんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、分かった。ジャスティスはお前の敵だ。そんしゃいすのだ。お前の手で蹴りをつけ。Strategie spiel wieder. よし、それじゃあ行くぞ。サチコを奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。So ein Dreck. Das habe ich schon in Kiwami nicht gemacht.締めりゃいいんだな。皆殺しにしてやりますよ。ぜっこら泣かすぞ。すぐ騒いんじゃねえぞ。泣かすぞ。お待たせしました。泣かすぞ。
広げ、恐ろしさ塞ぎ込んでやる。魔王の生き様見せてやるぜ。行っちゃいますよ。Der läuft hier immer noch. Hä? Okay, gewonnen, oder was? Dann gebt euch das mal, wie viel wir jetzt sind. Nein, schaut mal, was ist das? Gebt euch das. Der Typ wird einfach. Der wird einfach zerstört. Ah, okay, aber das gefällt mir schon mehr als das in Kiwami 2. Der wurde halt einfach zerstört. Das sah halt so lustig aus. Wie der einfach 30 Mal die gleiche Person einfach kam. よくやった、お前ら。あらかた片付いたな。キリュウさん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか？ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど。仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。それ女を人質に取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせや。Oh, er hat eine Klasse. Der pullt auf einmal eine Gun aus. これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディーアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上ガムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六強人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。
俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じってそんな。六教授、六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして、